う泣かない、アイライン流れてるじゃない。だってだっていんだから、また恋愛するチャンスあるよ。もうあんなに愛せる人いないよ。またチャンスあるよ。私も今の彼と出会ったの奇跡じゃない？彼氏じゃなくて金づるだろう。は？何よ。男に消費されたら負けだからね、うちらみたいなのは。その通り。さすがお姉様。出張か何か？はい、東京一泊。本当はだよね。分かるな、それ。本当はだよね。ここって全員男なんですよね。またね、また男。あねえねえ、焼けてる、たくましい男だ。ねえ、ゴルフ？いや、サーフィンですよ。ねえ、かっこいいじゃん、お兄さん。付き合って。この子男に飢えてんの、だから気にしないで。この子恋しやすいの、恋愛体質テンション変で、ごめんなさいね。ねえ、私も海連れてって。うわ、えぐー、マジじゃん。でも海っていいじゃない。海好きなの？小学生の時学校で海に行った時にね、なんで私男子の海パン履いてんだろうって、なんで女子のスクール水着じゃないのって泣いちゃって、それ以来行ってないの。だから行ってみたいわ、うん、え、ちょっと待って、いきなりメランコリー。渚っぽい。でもあるわね、そういうの。